よし、やっていきましょう。地獄戦闘。ということで、皆さんからいただいたコメントに返信する考察返信会。そして、ベータバージョンを引っ張り出してきて、製品版にはない新映像があったんで、紹介していきたいと思います。では行きましょう。ニューゲーム。まずは、皆さんからいただいたコメントにお答えしていきたいと思います。幽霊のささやき声ってもしかして逆再生なのでは。これね、結構いっぱい来たんですけど、一番最初にやった検証考察会、逆再生してみたんですよ。もう実はただ逆再生して聞いてみたら英語だったんですよね。でこれ多分自分のね、ホラーゲーム実況を毎日見てくれている視聴者さんだったらわかると思うんですけど、これね、まあ単刀直入に言うと、多分聞いたことある効果音だと思うんですよ。あ、これは多分効果音の素材使ってるなっていうんで、ちょっと検証的に弱いんで、逆再生の検証はボツにしたんですけど、まあちょっとこれ、改めて聞いてみたいと思います。何回も聞いたことあるこれ。まあ、正直ちょっとこれはまあ素材かなと。英語なんで、まあ陽子さんとは関係ないじゃないですか。だからそれを逆再生してなんかそれっぽく怖くしたっていう感じなんですよ。だから特に意味はないかなと思っております。私もマイナちゃんが最後幽霊に襲われるとこ、幽霊が2人いるように見えました。合体してる。これね、多分ね、バグですね。バグです。パトロンのアップデート履歴に、確かね、載っていたんですよね。だから、二人いる説はない。ちゃんとバグが直っていなかったっていう。脚本家は必要ないことは書いてはいけないという前提のもと、描写されていることのみを考察材料に推測します。そうですね。自分もこれ、ものすごく賛成です。自分の考察について、検証もそうなんですけど、そのゲームの中に登場していることだけで検証や考察をするんですよ。例えば出てきてないことで考察したらね、もう止まんないし、もうそんなのただの創作、作り話だと思ってます。それはもう考察ですらないと思ってます。やっぱね、襲ってきた幽霊イコール陽子さんで間違いない。自分もそう思ってます。エンディングで妹にわざわざ言わせているっていうのはまさにそういうことですよね。これ以外の人が、まあ、産めだったとしたら、おかしなことになりますよね。で、プラス、地下にいた男の人は、もう十中八九、神主と陽子の間に生まれた男の子がずっと地下に監禁されて虐待されていた、と私も思います。で、これですね、自分もこういったコメントをいただいて調べたんですけど、コカクチョウっていう中国からのなんかそういう、まあ、伝承っていうのがあって、まあ、鳥の姿にもなれると。だから、あの、カラス出てきましたよね。鳥。下駄箱の鍵の入手で、カラスを出しているのは多少それを踏まえてでしょうかと。で、幼児の泣くのに似て、夜間飛来して、幼児に危害を加えるという。4日目に来た、あの親子の子供の方の手を引っ張って、幼児に危害を加えたのではないか。ここと繋がってくる。コカクチョイコール産めはあの男の子に危害を加えたのではないか。桜子を殺した後、なぜ数十年も経った後に儀式を行おうとしているのでしょう。そこなんですよね。確かにちょっと疑問に思いますよね。その間どうしていたんだっていう。で、これちょっと次のこれがそうなんじゃないかなっていうコメントをいただいたんで、それちょっと見ていきたいと思います。村自体は数十年前という仮説だけど、主人公も含めて平成初期の時代設定なんじゃないかな。これちょっと目から鱗ですね、これ。自分、勝手に、まあ、2020年代、現代の話かなと思ってたんですよ。それと比べると、村自体ってめっちゃ、
まあ、昭和の終わりとか平成元年、まあ、大体30年前ぐらいの村なのかなって思ったんですよ。そうじゃなくて、マイナさんもエレナさんもみんな平成元年の時代の人だった。だとするとしっくりきますよね。うん。で、これですよ、これ。産めっていう妖怪の伝説があるんだけど、産めの赤子であるなら通常の人間であるはずがなく、徐々に重くなる、イコール急激に成長するという伝承をなぞった解釈をすれば、時系列の矛盾も解消できるのではないか。これすごいっすね。地下にいた男性は、数十年経っているわけじゃなくて、徐々に重くなる、イコール急激に成長したから、そんなに時は経っていない。もしかしたら1年ぐらいしか経っていないのかもしれない。って考えると、ものすごくね、つじつまが合うんですよ。陽子さんがいなくなってから、男性が成長している、イコール数十年経っているわけじゃなくて、1年ぐらいしか経っていない。で、急激に成長したから男性がいた。いや、これはすごい。で、一応ね、まだね、ベータバージョンなんで、日本語がなくて、字幕が英語のみでした。うん。で、見てください、皆さん。なんと、アパートが、銭湯の真ん前にあります。そこから違っていた。で、トイレがここにあって、まあ、こんな感じ。まだね、謎の男、殺人犯がいない状態になってます。ちょっと上に上がっていこう。で、大家が来る。ここは一緒だね。ただ、目がない。ほら、目がないでしょ？何この、のっぺらぼうみたいな感じ。ちょっと怖いんだけど。で、外ですよね。ここに、まあ、公園があって、駄菓子屋があって、まあ、寺があると。まあ、寺は、まあ、同じように、神主がいるだけかな。で、お猿さんがいない。うん。で、ここに、ビニールハウスが建っています。特に何もなかった。で、こっちが、まあ、家があって、ここにね、確か車があったはずなんだけど、なくなってるね。行きましょう。で、ここら辺は特に、英語以外、変わってないかな。今のところね。で、まあ、ここら辺ちょっと飛ばして、で、なんかね、すごい物がはっきり見えるんだよね。ボディウォッシュとかさ、シャンプーとか。あ、できた。で、何を欲しがってるか分かんないっていう。そしてもう1日目の最後に女の霊がいるんだよね。だから犬久保陽子さんがすでに存在している。まだ生贄が誰も亡くなっていないと。あ、で、見て見て見て、これすごいですよ。松野さんいるじゃないですか。行きますよ、皆さん。びっくりするかね。松野さん話しかけられると。動くの。動くんすよ。で、おばあちゃん、どうしたの？足しびれた？ゴミ持ってどっか行こうとすんの。で、松野さんどっか行く。ちょっとついていこうか。松野さん、おばあちゃんどこ行くの？話しかけらんないよ。で、しかもね、消えないのよ。どっか土地で消えるのかなと思ったら消えないの。どこ行くんすか？どこ行くんすか？どこ行くんすか？ここが松野さんの家でした。まさかのベータ版で判明しました。松野さん。だから近所のおばあちゃんっていうのは、ここ。まさに近所。おばあちゃんち。松野ばあちゃんちが分かりました。で、帰っていく。で、びっくりするでしょ。すごいこれびっくりするの。停電です、停電。うん。で、なんか声が聞こえてくる。お風呂に入る？で、ここ。ここも？
あそこに陽子さんが立っていたんだけど、なんとね、行きますよ。いるん、もう潜ってんので、波打って行きますよ。波打ってっていう2回波打って、そして今誰かいる、男湯に誰かいる。止めて行きますよ。あの悲鳴じゃない、面白い。ちょっと違う、でも女性の声でしたよね。うん。で3日目ね、行きますよ。ほら布団布団干しちゃうの、これないでしょ。ちゃんと布団干してました。そしてでおばあちゃんたちが来ると。うん。あ、でここになんか How to take order とかなんかいろいろ書いてあるんでね、今度は、うん、梅木さんに猫ちゃんを、たまちゃんを連れてくるように言われます。猫ちゃんと言ったら、あ、聞こえてきましたね。だけどあの犯罪者の男がいない、殺人犯がいない。で開かないんすよ。行きますよ。なんと誰かいるよ、誰かいる、いますね。でこれ話しかけられます。行きますよ。で消えんの、何かした。だけど悪いことしたって感じじゃなくて、なんか担いでたのを下ろしてあげたみたいな、なんかこう。で猫さんの肛門が見えピンクピンクで、これですよ。これ製品版でもできるんですけど、ここに誰か映ります。で後ろ振り返っている、いない。で、あ、今通ったね。で後ろ振り返る、いない、いない、いないね。あ、今いる。これいる。これね、製品版でもできます。これベータ版とか関係ないっすね。シャワーしてんの。あ、で上からの視点で、今こうなんかシャワーが出てんだけど、これはバグだと思います。でなぜか上からの視点で見てみてください。寺の方から松野さんが出てくるの、これめっちゃ意味深ですよね。何か神主に問い詰めたとか、お墓参りしたとか、何かあってここに来た。で、ここですね。で、皆さん、これ今ベータ版でみんなね、セリフの字幕が英語になってるんですけど、ある方からコメントをいただいて、この4日目の松野さんのセリフが違うと。行きましょう。まあ、しくしく、うん。This is the only picture I have of here。要はあの写真の女の子ね。しくしく。Who is the girl in the picture？ その写真に写っている女の子は誰ですか ？She is my granddaughter。孫娘だった。これベータバージョンだけじゃなく、製品版の 1.03 でも英語バージョンにすることでちゃんと確認することができます。つまり写真に写ってる子は孫娘だった。ということは、あののれんのところで立ち止まった女の子が孫娘。日本語版だと近所に住む子でも、英語版だと孫娘がいなくなってしくしく泣いていると。いや、これ聞いた時ちょっと鳥肌立ったっていうか、さすがに
犬久保陽子さんがもしね孫娘だったら、おばあちゃんのこと絶対書きますよね。今度こそ書きますよね。いくら嫌がらせとか嫌な思いをさせられても、一応おばあちゃんがいるんですよ。それにあのラジオ覚えていますか？あのラジオは60代のおばあさんと話をしてから行方不明になったって言ってましたよね。ということはですよ、もし家族だったら家族のおばあさんと話してから行方不明になったでいいじゃないですか。でもう一つの手紙には、犬久保陽子さんがいなくなったから警察に届けた女性がいると、多分あれ松野さんだと思うんですよ。でも家族だったらそんな書き方しないですよね。祖母が警察署に届けてた、まあ、それでいいですよね。でもそういう書き方ではなかった。これが新たに判明した最新情報、松野さんの孫があの女の子なのかもしれない。でなぜか話すと18時43分になるんですよ。なぜか、なぜなんだ。でまた番台に行って、あ、で、うん、いるね。でこれ見てください、いきますよ。ちょっと違います、こっちの方がどっちかっていうといいかもしんない。いきます、見比べてみてください。誰かいるか、いるのか。怖え。怖え。あ、でもうわ、早くなってきた。早くなってきた。急に早くなったね。で妹さんパート、うん、でマイナーと、マイナーじゃなくてエレナなんだけどね。でいきますよ、サンクスミサ魔法じゃないっていう、ありがとう、よそ見しながら運転しないで。で最終日、あ、でなんだっけ、おー、いきなしいる。何？急におばあちゃん。おばあちゃん急に来ないで。ちょっと待って。なんかいろいろすっ飛ばされてんね。あ、で、いきますよ、ほら。見て。これ、なんと、ドリンク飲めんの。なんで、チラズアートさんこれ製品版で排除したの？これがみんな飲みたいんだよ。あ、でいなくなって、この人がいなくなるの初めて見るよね。で走ってって、で着替えて、お、ああここにロッカー機あんだ、これ知らなかった。あ、でお疲れ様でした、どこ行く、あー、なるほど。で、こうなんだ。どこにあんのかなと思ってたよ。ないじゃん。ないじゃん。俺持ってないよ。で、殺人犯の若い兄ちゃんがいないんで、五円玉もらえないんですよ。じゃあ、どうすんのかっていうと、100円玉。自販機にある。やっぱりそうだね、誰が関与して、で灯油かガソリンかけられて、で下にいた男の人に助けられると。燃える、どんどん燃える。はい、というわけで今回これで終わりたいと思います。いやー、考察がはかどりますね。まさかの日本語と英語で意味合いが違ってくる。うん。孫娘だった。
もしかしたら全部陽子さんのことなのかもしれないけど、やっぱりなんかどこかしっくりこない部分とかあるんで、まあ自分的にはあの女の子、めちゃめちゃ怪しすぎる行動をとった謎の女の子説を推したいと思います。もちろん真実は知らずアートさんのみぞ知る。もしね、この考察、そして最後のシークレット映像が面白いと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録、そしてたくさんのコメントをお待ちしております。このゲームのダウンロードは下の概要欄、説明欄に地獄戦闘のSteamのページが載ってるんで、ぜひとも買って遊んでみてください。それではまた別のホラーゲームでお会いしましょう。では。